はい、皆さんこんにちは、ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策、猛給、え理工整形、解説していきたいと思います。漢文はですね、教科書によって送り仮名、帰り点、表記がいろいろ異なりますので、もし動画と違う場合は、皆さんお持ちの教科書を参考にしてください。では行きましょう。全漢、理工は、老生、正規の人なり、というふうになってますね。漢文は基本的に SV というふうに、英語と同じような構造をとるので、まず、ここの場合は、理工は、が主語になっています。 ってて、老生正規の人なりというね断定使っているのでここで V であるという形で取ればきれいに取れると思います前官の履行は老生正規の人であるということですねはい老生軍と正規権というふうに考えたらいいんですかねであると ヨヨ、これね、緑で色を囲ってたり、線を引いたりしている部分というのは、問題として出るんじゃないかなと予想している部分なので、そのあたり、えー、出てきた場合はですね、皆さんチェックをお願いいたします。ヨヨというのは、まあ、代々という感じですね。浮く。で、何を浮くかっていうと、写法を浮くという形になります。ヨ、射法を浮くですね。その家は代々写術を伝え、彼もそれを授かり、写術には優れていたという形になります。だからまあ非常 に優れた武帝の時「廃せられ」というふうになりますねこれ「られ」というのをつけて送り仮名だけでね受け身の形を作ってますね。右北兵太守に廃せられというふうになりますね。 武帝の時に右北兵隊主に配せられたという感じになります。まあ任命されという感じですね。強度っていうのは当時のこの、えー、漢文の人たちから考えると異民族という状態になります。 移民族の強度がですね、合していい手ですね。どう言ったのかっていうと、帰り点の2がついているので、1のところまでが目的語になり、寒比将軍といい手という形になります。避ける。で、何を避けてたのかっていうと、これですね。これ、指示語は何かっていうと、利口のことを指します。 強度、合して、漢非将軍と言いて、これを避け、というふうになりますね。意味としては、その武勇は強度にまで轟き、強度はよって彼をね、漢の非将軍と合して、利口のことを避けていたと。 いう形です。数歳。これ意味が聞かれるんじゃないかなというそうしますが、まあ何年もという感じですね。数年間。図、打ち消しです。例点がついているので下に来ているものが動詞。いらずですね。で、どこに入らなかったのかというと、境にという目的語になります。数歳、境にいらずですね。数年の間は国境を犯さなかったということですね。 で、これ、理由として問題が聞かれる場合があるかなと予想します。なぜ、数年間入らなかったのかというと、李口が将軍として守っていたからという形になりますね。で、李口というのは先ほど取った通り、かなり優れた武人だったということがわかります。その李口の武人としての優れている度合いというのが説明として上がっていく感じかな。こう、出漁しですね。まあ、仮に出かけたという感じですね。見た。 で、何を見たのかっていうと、草中の石。まあ、草の中のね、石を見てという形ですね。こう、出漁し、草、えー、中の石を見てですね。こうがある時、山夜に出て仮をし、遥かカナダのね、草中の石を見て、持って成したですね。虎となすですね。そして、いる。これ。まあ、これ草中の石を指示語として指しています。 持って、虎となし、これをいるにですね。虎と思い込んで、この石をいると、当たりですね。この中というのは、当たる動詞として取ってます。レ点ンついてる、帰り点ついてる場合は、当たるというふうに取ってあげればいいと思います。的に当たる、的中というふうに熟語作ったりできますよね。石に当たり、ボスですね。矢をボスという形になります。 で、見ればというのはこれね、視力の死っていうのを使ってる場合というのはじっくり見るという形ですね。これを見れば石なりというふうになってますね。石にあたり矢を没す。これを見れば石であると。矢は石にあたり矢尻ですね、先の部分を没していたと。近づいてよく見ると虎の格好をした石だったというふうになっているから、突き刺さったという感じなんですかね。 凄まじいですよね、意思に突き刺さるってっていう感じしますが。 た実、いるにですね。もう一回別の日にね、えー、いてみたということですね。ついに、この終わるという字は複詞的に使ってますが、読み方とかが問題で出るかなと予想してます。ついに、ずですね。で、あたふ、能力の脳っていう字はね、よくあたふという二つ読み方があるんですけども、あたふというふうにこの帰り点がついている場合っていうのは、このあたふという読み方をします。 で、帰り点がつかずに副詞的に使ってる場合っていうのは、よくっていう風に読むことが多いですね。意味としてはね、どちらもキャンで取るといいと思います。だからここ、あたはずだからできないと。いることあたわずという風になりますね。他実いるについにいるることあたわずという感じになります。 別の日にこの石をいたところですね、今度は前のように矢は石に立たなかったというふうに書いてあるので、不思議に思ってね、おぉ、石に矢が刺さることなんてあんのかなと思ったわけですね。だから、他の日にね、やってみたら、そんなことはなかったという。だからまあ、集中してやってると、あとはまあ、思い込んでやってるとっていうのもあるかもしれませんが、えー、石にでもね、矢が刺さるほどの腕前なのかなという感じはしますが、まあ、不思議なこともある だですが李ですすがこうね減る何を経たのかっていうと帰り点の2があるので1のところまでが目的語で7軍の大使を経というふうになりますね利口は7軍の大使を歴任し前後44年ですねまあ前後44年44年まあ40年以上の間という感じですね 売ればです。何を売ればっていうと、少子ですね。まあ、いわゆるご褒美ですね。ご褒美を手にすると、すなわち、これ読み方とあと意味ですね。何々するごとにっていうふうに意味として取っていくことが多いです。分かつ、分けたのだ。帰り点の2がついているので、1のところまで、その期間にというのが目的語になります。少子を売れば、すなわち、その期間に分かつですね。 このね、いろんな功績というものがどん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 ね、もう盛り上がっていって、天使からね、よく褒美を受けたかと、その都度、その度にですね、褒美を受ける度に、その旗本、まあ、いわゆる自分の部下たちですね、に分かち与えたというふうにとりますね。飲食というものは、与える、これとというふうに読みますね、with です。子卒ですね、まあ、いわゆる部下たちと共にする。 ということですね。これっていうのは飲食というのを察知るでいいと思います。飲食は子卒とこれを共にしですね。飲食も子卒と同一のものを取りですね。簡々にしてというふうになりますね。で、ここちょっと緑で囲ってますが、ここは一体どのような様子を表してるかとかね、解釈というのが問題で聞かれそうだなというふうに思います。簡々にしてかならずですね。 科ではなかったという感じです。だから、子卒の子部下たちはですね、願う。で、何を願ったのかというと、ここ、目的語になってます。ちょっとね、空みたいな塊を作ってますね。用とならんことをというふうに、空を作ってる感じです。願ったわけですね。カンカンにして、かならず。死、用とならんことを願うという感じですね。 下の者たちは、このね、扱いとしては非常に寛大なんですよね。優しいということですね。そして過酷なことを部下たちにしなかったため。 部下、子卒たちはですね、みんな喜んで、その用をなそうと願ったというふうになります。だから、部下たちがなぜね、用を、用とならんことを願ったのかというのが理由で聞かれた場合というのは、利口というのが優しくね、えー、非常に素晴らしい上司だったからというふうに考えれますね。で、現主中、なりですね。前将軍となりというふうになります。 元首中っていうね。えー、まあ、その時代を表す言葉かと思いますが、えー、元首主年間に、全将軍となりですね。まあ、全軍の将軍、先発隊みたいな感じかな。となり、従っていました。帰り点の2がついているので、1のところまでが目的後。大将軍、衛星に従い、撃つ。何を撃つかというと、強度ですね。強度を撃ちですね。大将軍、衛星に従い、強度を撃ちです。 大将軍衛星に従って強度を征伐したそしてある時ですね「惑いて失う道を」。 ですね。道を失ってしまいました。で、ここからね、書き下しの問題とかが出てきそうだなぁと思うので、ちょっと注意しといてほしいんですが、生はですね、ホスというのは英語で言う will と考えてあげればいいと思います。帰り券の3がついてますよね。なので、何々しようとする。ね、何をしようとしたのかっていうと、法然としようとした。まあ、つまり、報告しようとしたということですね。 で、何をかっていうと、帰り点の2があるので、1のところまでが全て目的語というふうになります。天使に軍を失うの曲折を報告しようとするという形で取れますね。まあ、ちょっとゆっくり書き下していきますと、えぇ、ー、上してのところまで行くとね、まどいて道を失う。せ上昇してというふうになりますね。ところがある日ですね、この先人の軍を率いていた李光です。 行軍する最中ですね、道に迷ってしまい、大事の合戦に間に合わなかったと。だから大将軍である、まあ、いわゆる本当にリーダーですね。衛星は上昇して、飽然とした。 で、何をかっていうと、天使に失った。軍を失った。この曲折っていうのは異彩、いわゆる詳しい理由、内容ですね。そういったものを、えー、ちょっと報告しようとしたわけですね。曲折というのが、ちょっと意味で聞かれるかなというふうに予想してます。天使に軍を失うの曲折を法然と発すですね。天使に正気を逸した次第を司祭報じようと思い、利口の報告を求めたと。 するとですね、この長子というのは、いわゆる記録官みたいなね、人なんですけども、攻めた。こう、李光のことを攻めました。なんでお前蹴れへんかったんやというふうに攻めたわけでしょうね。雪、幕府。幕府というのは、その将軍がね、幕を張っている、いわゆるその作戦本部みたいな形になっているところなんですけども、その幕府に雪、 盾松らしむですね。まあちょっと色々報告させたわけですね。某盾松らしむという形になります。長子、甲を攻め、幕府に行き、某盾松らしむですね。 このね、初期長がですね、命を受け、李工のことを責め、急ぎ、大将軍の幕府に行きね、えー、道に迷った始末書というのを提出するように告げたということですね。こいつが道に迷ったから負けたんですよ、という形ですね。すると、こう、言って、その期間に曰くというふうになります。その期間っていうのは部下のことを表します。李工はその期間に行って曰くですね。彼はその部下たちに向かってこう言う。 理工は結抜より、これ意味が問題で聞かれそうだなと予想するので注意しておいてください。まあ原服、成人するという形なんですけども、成人してからという感じですね。強度と大小七十余千を成すというふうになりますね。ここはだから、この私は原服の頃からですね、強度と戦うこと、もう大小合わせれば70回以上にも及ぶと。 今また迷った道にね、そして失ってしまいましたよ。迷子になってしまいましたよということですね。あにあらずというのは、いノットが合体しているイズントというふうにとってあげればいいと思います。ではないですね。天にあらずやというふうになります。今また迷いて道を失う。あに天にあらずやですね。地理には詳しいはずがと、不覚にも道に迷ってしまったと。 なんと天運ではなかろうかというね。もうこれも天の決めた定めなのかという感じですね。かつこう私はですね、年64ですね。その上もう私も年が60を超えていると。 で、打ち消しの図。帰り点ついてるので、ノットですね。当たわず。できないと。帰り点の3がついてるので、対すること当たわず。ですね。まあ、対することはできない。糖質の理ここが目的語になってます。糖質の理というのは、いわゆる分間ですね。まあ、この、い,いろいろね、責、まあ、められるわけですよ。また、糖質の理に対すること当たわず。というふうに発言しました。 今更ですね、糖質の利に対し取り調べられる恥を忍べようか、つまり、こんな恥を受けることが我慢できようか、いや、できない、というね、当たわずです。という風になりますね。ここのね、当たはずのところ、書き下しや解釈というのがね、問題で出てきそうだと思うので、皆さん注意しておいてください。ついに引き手。 刀ですね。刀を引き、時系数。自分から自らね、バシコってやっちゃったっていうことですね。百世という読み方、注意しといてくださいね、えー。これ、いわゆる人民のことを指します。農民さんじゃありませんからね。百世、危機。 これをですね。この李口が自ら命を絶った、自害したことを聞きということですね。ついに塔を引いて自刑す。百世これを聞きです。刀を取り、自ら首をはね、自害してしまったと。 大衆はこれを聞き、知ると知らざるとという風うに取れますね。知る知らずですね。まあ、だから知っていても知らなくてもという感じですね。老僧、都市行ってる人も青年もですね、皆、ためにたる、涙をという形になります。知ると知らざると、老僧皆ために涙をたる。 彼をよく知っている、利口のことをよく知っている者も、あるいは知らない者も、老人も若者も皆涙を流して彼の死を悼んだという感じですね。もうまさに、ね、侵入して来ようとする京都という異民族とずっと戦っていた人がですね。まあ、ほんのちょっと、まあ、まあ、ほんのちょっとというか、あれですけどね、まあ、一回のミスで、えー、自害するようなことになったというのは、かなり悲しいですね。三に曰くですね。三という本の中、 書物の中で言われてます。李将軍は、順々として、何々のようだ。ごとしです。非人の如としというふうに書いてます。これは一体、どんな人物を表しているかという問題が聞かれる可能性があると思います。三に曰く、李将軍は、順々として、非人の如しですね。三によると、李将軍は、誠ありて、慎み深いこと、 癒しい人が基人に対するようであり、つまりだから非常に腰が低かったということですね。ら偉そうにしていなかったという感じです。そして口は当たわずですね。できなかった。言い出すこと。まあ、口に出すことができなかった字、言葉をということですね。口、字を言い出すことを当たわずですね。口は聞かず、あだかも言葉を出し得ないようであったと。 だから基本的には無口な性格だったという感じなんでしょうね。および死するの日におよび死んだ日に及んではと。天下知ると知らざるとですね。これもさっきと一緒ですね。その死んだ日には天下の人で知るものも知らない人もみんなという感じですね。みんな。ために流せり涙をですね。彼その中心という風になってます。 皆、彼の死を悲しみ涙を流し泣くと。これはね、なぜかというと、その中心、全く、こともて。 信ぜらるですね。信じられていたからだとしたいふうにという形になるんですけども、ここね、緑で書いてますが、書き下しの問題が出そうだなっていうのと、もう一つは、受け身の句形が使われてるんですよね。他動詞で使われそうな、今回で言うと、信ずっていうね、信じるという動詞を使ってます。何々を信じるって他動詞で使えそうじゃないですか。だからこういう他動詞で使いそうな動詞、おいてっていうお記事、 で、その下に名詞というのを伴っている場合は、名詞にほにゃららされるという受け身で役を作ってあげると綺麗になると思います。誠もて、死体符に信ぜらる。ですね。彼の心の誠が死体符にまで信じられていたからであるということですね。なので、こんなに利口がめちゃくちゃ慕われていたのはなぜですかというと、もう利口の人柄。 で、その人柄というのはどんなんかっていうと、非常に腰が低く無口、そして、まあ、いわゆる誠実なお人柄だったということがわかるという感じですね。最後です。ことわざに曰くですね。世のことわざにはこういう。通り、桃やすももというのは図ですね。打ち消し、レ点がついているので、物言わざれども。 というふうになります。ものを言わないがですね。その下にはおのずから自然となすと。何を小道をというふうになります。通り、もの言わざれども下、おのずから小道をなすと。意味としては、桃や、 あるいはすももというのは口は聞かないがその木の下は自然に小道ができるのだということです。これ、まあ、どういう意味かというと徳の高い人物のところには自然と人が集まってくる。 それはまるで桃やすももっていうのは何も言わないけど美味しいからみんながその下に集まってくる。まあばーっとね、やっぱり通うじゃないですか。桃美味しいな、すもも美味しいなと思ったら、その桃やすももを取るためにね、人々が通うでしょ。その と同じように、得の高い人物というのも、口は言わなくても、無口であってもですね、その得の高さに人が惹かれて自然と集まってくるのだというお話をしてるわけですね。この言、この言葉というのは、小なりといえども。 ですね、この「家ども」という読み方は注意しといてください。逆説でも使えます。小さいであるがですね。べし。できる。何ができるのかっていうと返り点の「2がついているので例えることができるですね。第二、うん。この言葉は小さいことを言ったものではあるが彼のような大人物にも例えられるものであるというお話でした。 はい。ということでね、えー、利口整形というね、利口という人物が小道をなすという風な意味で使う言葉ざ、ね、通り整形ということわざと近いものでしたと。 解説していきました。まあ、テストで出そうなところというのも予想しつつ、えー、解説していたので、皆さんぜひね、えー、テスト勉強の足しになればいいかなと思いますが、えーまあ、参考になったという方はですね、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。皆さんテスト勉強頑張ってください。公文はエンタメだへ。バイバイ。